証券市場の役割。金融の世界では、お金を出す側と必要とする側との間に信用関係があることが前提です。お金を必要とする側の信用が非常に大きく、お金を出す側も含めて広く信用があると認められる場合には、それらがお金の支払いを約束した証書は人々の間で価値を持つものとして取り扱われ、流通するようになります。現在はこうした信用に基づく証書が証券として多く発行されています。証券のうち株式や債券などを有価証券と言います。有価証券には財産的な価値があり、この権利の行使や移転を証券によって行うことができます。株式を発行するのは会社です。債券を発行するのは会社の場合と国や地方公共団体などの政府の場合があります。有価証券は取引される仕組みから発行市場と流通市場に分かれます。株式を例にして考えてみましょう。発行市場というのは、株式を発行する会社がお金を集める仕組みのことです。発行市場には3つの立場の人が参加しています。株式を発行する会社、これらを買う投資家、そして会社と投資家をつなぐ証券会社です。投資家が証券会社を通して株式を買うことにより、会社は必要な資金を集めることができます。流通市場というのは、すでに発行された株式が取引される場所のことです。流通市場は証券取引所を中心として、証券会社が取引を行う具体的な市場として機能しています。投資家は証券会社を通じて取引に参加します。取引するときには、会社や世の中の動きを調べながら行います。投資家はすでに持っている株式を流通市場でその時の市場の価格で売り、最初に投資したお金を回収することができます。一方で、株式を買いたい場合には、新しく株式が発行されるのを待つだけでなく、流通市場でいつでもその時の市場の価格で買うことができます。流通市場において株式などの取引が活発になると、会社などは資金を集めやすくなり、新たな株式などの発行が増えることにつながります。株式などを発行してお金を集める発行市場と、それらの取引が行われる流通市場は密接につながっています。つまり、流通市場の発達は発行市場の発達を促すことになるのです。